鷲崎沖と久留米沖にそれぞれ定置網を年間操業しております。冬は寒ブリ、夏はクロマグロを主に水揚げをしております。鮮度抜群の水産物を全国に出荷をしております。特に寒ブリは佐渡のブランド魚なので、毎年開催される寒ブリ大漁祭りで島内外に向けた PR に力を入れております。テレビで佐渡の海、漁業を知り、漁師がしたくなったため佐渡に来ることに決めました。釣りが好きなので船で釣りに行ったり、家族と佐渡の観光イベントなどに行ったりしています。やっぱり何もないところにすごい魅力を感じるというか、自分で見つけていくっていうのも楽しみのうちの一つじゃないかなと思います。まだまだ未改善の部分が多々ありまして、例えば魚の流通の仕方だとか鮮度保持の仕方だとか、そういったところを改善することによって自分たちの報酬となって帰ってくるというところにとても魅力を感じますね。自然豊かな佐渡で朝日と同時に網を引く、そのワクワク感と大量の感動をぜひ漁師になって皆さんに味わっていただきたいと思います。初心者でもやる気のある方大歓迎です。